1988年4月に家族で宿泊した養老渓谷温泉、川の家。作中では養老高専として登場する。貧困旅行期は1991年9月に小文社より刊行された漫画活毛吉春の全196ページ、寄行文13編からなる随筆集。別離を最後に漫画作品を事実上断筆した後に、 執筆出版されたエッセイ風の旅行記で過去に出版された紀行文5編に新たに書き下ろされた8編を加えて出版された。次は1966年から1976年までは旅に夢中になり旅先での出来事や印象をヒントに多くの作品を発表したが1976年以降は心身の不調のため 子供の春休みの夏休みを利用した年に1、2回、1、2泊程度の近場への旅行が中心となる。また、年齢的なものや、旅費の家計への圧迫を考慮しで武将になったと、10回し、タイトルを貧困旅行記としたのも、旅そのものの貧困さも、去ることながら、旅の内容と自身の内容の貧困によると、作者らしい奥ゆかしい後書きが添えられている。内容は、 1968年の作者30歳の時の九州上発行を皮切りにミシミシと音を立てきしむ階段と傾いた畳の描写が印象的な養老光線のわびしい宿、親子3人で1匹だけ生き残った宿かりを海に話しに行くことを口実にした外房大原への小さな旅、白明の夕暮れに幻のようにその姿を覗かせ、夢のように儚く消えてしまった旧。 甲州街道の犬目宿の幻想的な話、1989年、陰性への立ちがたい思いを胸に訪れた、秋山村の集落。一般の旅人が見落とすような山村、宿場、ひなびた、漁村、当地場、高線など見捨てられたような場所を、ふらりと訪れた、気候文であるが、そのどこにもつげならではの教衆と憧れが刻印され、哀切な感情に裏打ちされており、胸を打つ。 つげよしると僕と共に、つげを知る上で、大変貴重な資料ともなっている。貧困旅行記は、大きく1から4の段落に分けられ、以下のような構成となっている。亡き者は、書き下ろし。母の故郷でもある大原、八幡田美咲。産経ニュース2013.1058時、静かで素朴な別展示、別天地、つげよしる、貧困旅行記の宿、千葉。 養老渓谷月刊、ガロ1993年8月号を、月吉春する。P50。ありがとうございます。